レス監督が鎌田にあやるコメント。クリスタル・パレスのグラスナー監督は先制ゴールの鎌田に対して、スタートからプレスをかけたかった。そしてボールを奪うと、ヒューズがワンタッチでマテタにつなぎ、大地が背後へ走り込んだ。彼がどれほどのプレッシャーを感じ、どれほどのプレッシャーにさらされていたかが分かった。だから彼が得点しアシストしたことはとても重要だ、とコメントした。鎌田のプレッシャーをしっかりと認識してくれてたなんて良い監督だな。さすがフランクフルト時代からの師弟コンビ、結果が出て一安心だ。結果が出ないと鎌田だけじゃなくて監督も批判されるからな、よかったね。とりあえず1点取れてよかった、これからはガンガン点取れよ。なおグラスナー監督は鎌田以外にもゴールを決めたマテタ、アシストをしたエデを含めた攻撃陣に対して、これは次の数週間、攻撃的な選手たちの助けになるだろう、とコメントした。開幕2連敗のチームだったから一旦勝てたのは良かったね。大量得点で勝てたのは今後のリーグ戦に向けて良い励み。鎌田がチームに溶け込めるように気にかけてくれてんだろうな。鎌田も恩師だって分かってるはず、頼むぜ指定コンビ。さすが鎌田の恩師。